こんにちは、即歌塾の久保です。あの、今回ね、ネオナチスについての一つね、あの、分かったことがありましたんで、動画にさせてもらいます。私もこういうのね、調べ始めるとね、結構やっちゃうんですよね。で、今回は、ネオナチスに参加を希望して、面接を受けたんだけども、まあ、怒っちゃったっていう人のね、体験談が、人捨てに伝わってきたんで、直接私が知ってるわけではないんですけども、まあ、確かになって思えることだったんですよ。 というのが、ネオナチスに入るためにはあの面接とか、ね、筆記試験があるそうなんですよ。その中で絶対出てくるのがあのヒトラーのね書いた「我が闘争」っていう本があるじゃないですかあれをちゃんと読み込んでいるかどうかそれについて深い共感をしているかどうかっていうのが、まあ、あの初級編で試されるそうなんですよでいくつかの例を頂い,いたんですけどもじゃあネオナチスの参加の面接するよって言われて、まあ、会場が用意されてるんですよね で、その会場のですか、ね、アナウンスに我が闘争の一節がさりげなく差し込まれていてそれに反応してしかるべき行動をとった人がまずは面接の権利を受けるらしいんですよこの辺で大抵の人はねポカーンとしてて分かんないらしいんですよつまりは自分の不満とかイデオロギーをネオナチスの名前を借りて個人的活動をしてるっていうやつは排除されるそうなんですよ つまりは、ネオナチスの一員になるってことは、ネオナチスの手となり、足となり、時には自分の信頼してる人も裏切れるかっていうことらしいんですよね。それこそ自分が犯罪に手を染めるとか、なんか物を取ってくるとかね、誰かをこうね、痛めつけるとか壊すとか嘘の情報を流すみたいなね。そういうのが必要とされるらしいんですよね。まあ考えてみれば当然ですよね。 それから一定の影響力を持つことも今の時代は大事なんで、あの、インフルエンサーであるのも、必要、最低条件らしいです。だから誰でもおいでってわけじゃなくって、例えば YouTube で自分の思想を放送していて、ファンがね、一定数、数千人から数万人いることっていうのが、まあ、最低条件になっていったりとかね、あと Twitter のフォロワーがちゃんとね、あの、5万人ぐらいいるよとか、その人数はいろいろとまちまちらしいんですけども、なんかそういうのが咲いているらしいんですよ。 だからそう考えたら、ネオナチスのメンバーになるのってむちゃくちゃ難しいんで、多分ほとんどの人はね、なりたいだけじゃなれないんでしょうね。で、高い能力が必要とされるけども、基本的には給料が出る話じゃなくって、自費でなんとかしろみたいな感じらしいです。もちろん、あの、高級士官クラスになってくると、それなしのね、活動資金っていうのはもらえるらしいんですよ。個人で稼げないような金額を使わないといけない時があるんで。ただ、そのお金に対しても、財源ってものをきちんと、 お担保しないといけないんで、あのいくらでも経費使ってくださいって話じゃないらしいんですよ。経費を使って一定の成果を上げたら収入がある形にしないと、その作戦はあの任せられないってことなんで、うん、だからかなりね難しいですよこれは、うん。だからね気軽にねあいつはネオナチスだとか言える問題じゃないみたいですね。ネオナチはそのくらい優秀じゃなくてできないってことがまあ今回分かりました。うん、それこそねあのグリーンベレーぐらいのあの高い まあ、知能レベルとかね。インフルエンサーとしての影響力とかいるそうなんで、うん、それからやっぱり体力とかもお必要なんで、格闘技はあの一通りできた方がいいらしいですね。だから頭が良くて我が闘争にちゃんと応えられても、なんか体力がないとかね、高い壁をよじ登れないとかは全然ダメらしいです。だから、ね、本当大変ですよ。とてもじゃないけどビールバラとかの人はダメですね。まあでもね、あの、 トークが上手な人っていうのはその条件の中にあるんで、うん、スパイ活動とかねするわけですから例えば10年とか20年の単位で情報収集のためだけに配置される人もいるらしいんですよそうなったら、あのー、周りの人と仲良くやって信頼関係築いてまあい,いろんなね何気ないところから情報を取らないといけないんででなんかでねバレてね当局に拘束されたりとかお電話かかってきたじゃあ以上です